今日の動画はこちら。こんにちは、よももチャンネルです。今日はここにずらっとスクイーズがある理由は、今日は家族の話、ママとももの性格の話をします。それでスクイーズを触りながら話すんですけど、スクイーズの方を向いて触るので、みんなの方は、まあ、見るんだけどそんなに見ないで、スクイーズをこういう感じでやります。はい、簡単に言うとこの企画はゆわがやりたいって言い出したんですけど、スクイーズを触りながら雑談をしたいらしくて、今日はちょっとカメラに向かって話すのではなくて、ゆわのまあ普段、まあいつも普段なんだ、いつも素なんですけど、もっとさらにこう雑談、なんか岩川リラックスしながら話すっていうことをやりたいらしいので、やってみます。はい、ではお願いします。スタート。まずママの性格は何なんだろう、なんていうか、面白い時もあれば静かな時もあれば、でも感じはいいんですよ。いつも性格はいい。岩が言わなくてもいろいろ買ってくれるという人です。それでまずママはね、なんていうか、綺麗好きじゃないし、そんなこだわらない、そんなこだわらない人だから、結構岩と性格が似てるから、ママも綺麗好きじゃないから、普通に片付けてみたいな感じで優しいですです。でママはね、結構面白いです。だからつまりこういうことだね。あのなんだっけ、あのだからこういうことで、なんか普通になんか笑わせようとしないで、普通になんかただ喋ってるだけでなんか笑いそうな感じのタイプなんですね。意味わかんないです。で、モンマはちょっともうちょっとこんな感じなんですけど、でもまあね、なんか昨日もだったし、あの昨日もなんかヒワがいてよかったとか泣くから、いい子なんですけど、ちょっとこんな感じなんですよ。で、多分みんなもこう思ってると思うんですけど、でもね、結構ねみんなのことが好きで、だからちょっとまあこういう感じなんだけど、もう本当にみんなのことが好きだから、コメントとか読むとなんかやったーみたいな感じで言って、だからいっぱい読みたくなるんですよね。ママの好きなところは、いろんなところが臭くないこと。で、優しいとかないの、なんか。優しいよ。あとね、お菓子とか買ってくれるとか、作ってくれるとかが多いかな。だってママがあれだよ、いなかったら、あ、今おならじゃないからね、ママがいなかったらスクイーズとかも触れないし何もできないけど、ママがお尻から産んでくれたんですよ。お尻がなかったら いなかったです。で、ママのお尻から生まれました。そればっかりじゃん。それで、あ、そっか、次にまずモモといえば、やっぱりファレターとかでもらうおもちゃとかも大好きだし、すごい大切に使ってるしね。それでしかもね、その中でやっぱり気に入ったのとか使うけど、間違えた。それでしかもすごいね、なんていうか、ももあってすごいミニチュアとかもらったね、すごい使うの、わかるでしょ。大事ですよね。それでそれがももちゃんね、一番嬉しいんだそうです。だからメモ帳とかも可愛いのがいっぱいあって、よく手紙書くときとかに使ってて、面白いなって思いますね。なんかももってたまにさ、なんか笑わせてないときにさ、なんていうか、ほら言うことが面白いんだよね、わかる？ももちゃんかわいいとか聞いた、かわいいとか言うけど、でもね、本当はね、なんていうか、ほら、まあとにかく自分でかわいいと思っちゃうんですけど、でもね、心広い妹ですよ。
で、姉じゃないの？え、姉？え、どういうこと？え、待って、姉なの？で、これ超低反発。じゃあなんでママのことが一番好きなんですか？この世で一番好きって前聞いてたんですけど。だってママがいなかった、あ、ママが産んでくれなかったらランキングつけられないし、何にも買ってくれないし、何にもできなかったし、ね、何にも考えてもいなかったし、そうでしょ？でもママが産んでくれたからランキングでつけられたからもちろん1位でしょ。でしょ？ママだってさ、バーバーが一番でしょ？だから産んでくれたからつけられるんだよランキング。だってママだってさ、あれだよ、バーバというかママからしたらママだからお母さんだけど、死んだら悲しいでしょ。自分が一番悲しいでしょ。いや0歳の時から今9歳までたくさん思い出があるし、その中でも3代目、うん、もしかして居酒屋がザイル、うん、そうとか3代目のライブとかに行ったりいろいろして、で2人で行ったりママの友達と行ったりしたじゃん。もう1年3年ぐらい行ってるじゃん。だからそれが一番思い出だし、だからそれでなんか知らない人とかに一番の思い出はって、あ、ママとかに一番の思い出はって言われたら、ママの一番の思い出はって言われたら、ライブとかに行ったり小さい頃のこととかが思い出って言う。しかもね、たまにね、最近の夢でね、なんか前にライブに行った夢を見る。たまに。そうなの？そう。そんなに楽しかったんだ。そう、それでしかも夢で顔とか、あ、思い出のこととかが出てきて、それで、いやってこんな顔だったんだ、こんなブスなんだなって思いました。なんていうか、なんかさ、あれだよね、岩のさ昔の顔って今会いたくなる顔っていうか、ほらママからいろいろさ変なこととかも聞いてるから、あ、話ね、岩の面白い話ね。会いたくなっちゃうんだよね。かわいいエピソードね。岩なんだけど、自分なんだけど会いたいんだよ。昔から岩面白い子だったからね。とにかくママとモモとみんな思い出がたくさんありました。はい、ということでね、今日はスクイーズを触りながら絶断してみました。何絶断って言えないから、絶断してみました。絶断してみたんですけど、なんていうの、絶断ってなんていうか、絶断っていうのなんでそう古いよ、とにかくなんかスクイーズさえじゃないといろいろ話しちゃうんですよ。普通にこうやって話してると、なんていうかみたいな感じになっちゃうんですけど、スクイーズされながらといろいろ話しちゃいます。熱談っていうのは結構楽しいものでした。皆さんも熱談っていうものはぜひ行ってみてください。バイバーイ。